プロテスタント同盟を定めた文書プロテスタント同盟の領域。プロテスタント同盟は1608年に神聖ローマ帝国で結成されたプロテスタント諸侯の同盟。単にウニオン、ウニオーンなどとも表記される。1607年から1608年にかけてプロテスタントの帝国自由都市であったドナウベルトがバイエルン公マクシミリアン一世によって強硬的に併合されカトリック化された。直後の帝国議会でカトリック勢力とプロテスタント勢力の対立が激化したこともあり、1608年にプファルツ宣帝公フリードリヒ4世を盟主としてプロテスタント同盟が成立した。これに対抗したカトリック勢力は翌1609年にカトリック連盟を組織し、30年戦争へと向かう両勢力の対立構図が強化されることになった。メンバーはアンスバッハ辺境伯、ヨアヒム・エルンスト、バイロイト辺境伯クリスティアン、ビュルテンベルク公ヨハン・フリードリヒ、アンハルト・ベルンブルク公、クリスティアン一世、プファルツノイブルク公シボルフガング・ビルヘルム、バーデンドゥルラハ辺境伯、ゲオルク・フリードリヒの6人だった。しかし、1609年にユーリヒ・クレーフェベルク連合公国をめぐる継承戦争が発生したとき、ボルフガング・ビルヘルムと父のフィリップ・ルートヴィヒはカトリックに改宗、カトリック連盟へ寝返り、ブランデンブルク宣帝公、ヨーハン・ジギスムントは逆にプロテスタント同盟を頼った。また、同じプロテスタントでも同盟の君主が信仰していたカルヴァン派とルター派の諸侯は反目し合っており、一つにまとまっていなかった。1619年、フリードリヒ4世の息子フリードリヒ5世が、ボヘミア貴族の要請で、ボヘミア王に即位したが、プロテスタント同盟は、報復を恐れて、翌1620年、カトリック連盟とウルムの条約を締結、中立の立場を取った。プロテスタント同盟から援助を受けられなくなった、フリードリヒ5世は神聖ローマ皇帝フェルディナント2世に反撃され、白山の戦いで敗れて王位を失った。1621年、フェルディナント2世の命令に服した同盟は5月24日に解散した。解散後もバーデンドゥルラハ辺境伯、ゲオルク・フリードリヒは抵抗したが、ビンプフェンの戦いで大敗、辺境伯を退位、フリードリヒ5世はネーデルラントへ亡命した。この後、ハプスブルク家の勢力伸長に、危機感を抱いたフランスは、デンマーク・スウェーデンと対ハプスブルク同盟を結成。諸外国の帝国への介入で30年戦争は激化の一途をたどることになる。ありがとうございます。